本海沖合に浮かぶ大型の台船。 SDGs や洋上風力発電への注目の高まりから、水深50メートルの海域に対応可能な地質調査のニーズが高まっている。このような深い水域で調査ができる企業は国内でも数少ないという。代表的な工法の一つに経動自在型止水工法と呼ばれるものがある。1980年7月特許認可、さらにその功績が認められ第1回科学技術振興功績者として、1981年科学技術庁長官賞を受けた会社がある。企業魂、今回は戦後直後に創業し80年近くの間日本初の地盤コンサルタント企業として多くのプロジェクトに参画し、特に国内の地盤調査業界の発展を牽引してきた中央開発株式会社を紹介します。東京新宿、中央開発株式会社。終戦直後の1946年に創業。昭和の高度成長期以降、道路、鉄道、河川、ダム、上下水道、港湾、発電など国を代表する数々のプロジェクトに携わり、多くの実績を残してきた。現在は総合的な建設コンサルタントとして調査測量、設計、情報、防災、社会デザインの5つの事業を手掛けている。私たちの役割は社会インフラに関する技術的な専門家という立場で行政や企業様の支援を行うことです。中央開発はこれまでに東海道新幹線、瀬戸大橋、関西国際空港、東京スカイツリーなど国家を代表するプロジェクトの多くに貢献してまいりました。中央開発の多くの実績の中でも、創業から培ってきた確かな技術力に新しい調査・解析技術を積極的に取り入れ、社会インフラ整備に貢献してきたのが調査・解析技術である。国内外の大学・研究機関と共同研究を行いながら多数の特許を取得し、2017年にはイギリス土木学会において栄誉あるテルフォード賞を受賞した。地盤調査では日本で初めて標準貫入試験を導入し実用化しました。防災分野では東京大学と共同で安価で高精度な傾斜センサーを開発し、全世界に1200機以上設置した実績があります。最近では地質 DX と銘打って UAV AI を活用して斜面災害リスクの評価を行っています。また業界の先駆けとしてボーリングマシンの自動化にも力を入れています。地盤工学分野における中央開発の貢献について、長年共同研究を行ってきた東京大学名誉教授東畑に聞いた。動かざること山のごとしという言葉がよくございますけれども、実際の地盤というものは動きます。崖崩れ、その他たくさんの災害が起こります。でこの中央開発株式会社では、いよいよ気候変動、大雨の多い時代に入りまして、斜面の崩れる災害も多くなる、それを考えましてですね、大雨の最中斜面をしっかり観測して、いざという時は2時間ぐらい前に警報を出し、住民の方々に逃げていただく、避難していただく、そういう技術を開発いたしました。まあ、それ他にもいろいろございますけれども、今の時代この会社が果たすべき役割はたくさんあると存じます。これまで数々の社会的要求に応えてきた中央開発代表の田中、今後のビジョンをこう語る。中央開発は建設総合コンサルタントとして1946年に創業いたしました。到来する新たな変革の時代に対し、創業以降育んできた企業文化と培った技術力をベースに、社是社訓が言う業務を通じた社会貢献の実践と信頼構築こそが、中央開発の持続的発展と魅力ある未来に向けたブランディングであるということを全社員の共通認識として挑んでまいります。